はい、これも続きからやっていきたいと思います。さあ本日はですね、あ、そうだ、前回ね私は気に入った服を着ているんですけれども、ちょっとですねやっぱりリフォームショップも通いたいな問題もあるんですけど、リフォームショップってあれだよね、なんか週1ぐらいでしか買わなかったよね、確かラインナップってね。でもしかも確かあれだよね、現実世界の1週間じゃなくてゲーム世界の時間軸で動いてるもんね、確かね。だから特に今見ても、あ、でも変わってるわ、でもなんか鳥とかいらんのよ。うん、私が欲しいのはあの水槽なんだけどって、水槽欲しいなあれどうやってもらえるんだろう、続々入荷中って。もう嘘だよね、偽り偽り。ああ忘れてた、待って、新しい人いるよ。待ち合わせは10分前。いい子ですね、私好きです、そういう子。はい、あ、エリなんか可愛くない、服。うん、スカートピンク、うん、ピンク大好きって言われるにはなって、今全然ピンクじゃないんだけど、その辺は大丈夫なのかしら。待って、現状のアイテムが可愛すぎてピンクを入れたくないというちょっと問題が発生してますね。うん、どうしよう、なんか邪魔しない、てかどうせ着ないよね多分ね。うん、どうせ着ないと仮定して、じゃあこれで。はい、着ないもんね。うん、この格好で帰るって言ったら終わりだよね。うん、もう終わり終わり。いや、このワンピース可愛いですね。なんだ、珍しく私が褒めてるって感じ。こういう、なんだろう、普通の子をね。普通かどうかわかんないけど、まあ普通の子。うん。で、待ち合わせ10分前が本当にね、好感度上がる。うん。いや、いるじゃん。待ち合わせ、基本遅れてくることがね。パンチだよね、パンチ。うん。ねえ、ニコの何なの？あ、キリコだ。字が汚いんだよね。うん。字汚いでしょうねって感じだもんね。この紙に合う、うわ難しい、これは難しいですよ。うん、インナーとパンツだけなの、他のものも買いなさいよ。うん、うわどうしよう、だってこれもうすごい髪型してるじゃん今。ファンキーファンキーファンキー、行き過ぎたファンキーって感じじゃん。何が合うだろう、野生的なのがいいよね。これじゃない、これに、これこれ、そうだね、ちょっと野生的なのだとこれかな。うん、どうぞ。例えば彼女には紫を着ていただかないとね、やっぱり。うわなんだろうな、足元の着合わせだよね。うん、悪すぎる。はい。まあいいんじゃないでしょうかね。うん、本当にかっこいいか？うん、ちょっとわかりかねますけどね。まあ、言うてキリコともね、付き合い長いですから、私。うん、あまり文句も言えませんね。やるかいい加減やるか、前回のパートからずっとね、ニコの無視し続けてたから。あ、はいはい、飛ばします。金見をどういう服装にするかってのは結構あれですよね。でも私なんか基本的に金見はなんかこういうちょっとね、泣いちゃうブリックなところもあるから、なんか水着で、うん、あ、怒ってきても最悪。うん、
まあ、でなんだっけ、学校の制服に近い感じでこうで、なるほどね、プレッピーね。だからちょっと変なプレッピーにしよう、うん、変なプレッピー、まあ、変なプレッピーってどういう概念なのかわからないけど、いやなんか彼女なんかちょっとやっぱあんま好きじゃない、好きじゃないって言っちゃった。いやなんだろう、好きじゃないって言うとまた語弊があるから、得意じゃない、うん、これでいきましょう。得意ではないね、プレッピーの中でもなんか異質な感じ、なんだろう、プレッピーってさやっぱアイテムが可愛いですよね。あ、赤チェック女っていうのはどう今でも現状が赤チェックだからな、赤チェックまみれにしてみようか。大丈夫かな、でもいける、そんなにアイテムあります、やべえ真っ赤っかだ。あ、でも赤いネックレスないですね。これじゃない、うん、絶対これだと思う。赤いメガネして、うわかぶせてこれかぶせたいな、ちょっとでも9万円の時点で無理なんだよな。はい、何もおすすめじゃないです、在庫セールです。待って、何これが彼女のスペックなの、なんか結構可愛くない、やっぱスペック高いのかな彼女ね、うん、なんか前にやった時はもうちょっとダサくできたと思うんだけど、別にダサくしなくてもいいんだけどね、うん、はい、今見ました、下画面に映ってた金見やばくなかったですか、やっぱ私金見のことダサくしてたんだな。もう深夜？早っ。時の流れ早っ。深夜じゃ誰もいないよね。あ、終わっちゃった。早いよ。もうちょっと稼ぎたいですね。スタイリストポイントね。うん、稼ぎましょう。得意料理はインスタントラーメン、はい、まだ忙しいんですが、あ、そうそうですか、ふん水色のアイテムね、え、なんか服ダサいからさワンピースとか着てさ、もうなんかなんとかしようよ、うん、あ、でも9000円なんだ、結構ハードル高いですね、9000円ってね。9000円、これだ、はい、え、さっきまでより全然いいよね、うん、かわいいかわいい、なんだろう、髪色に合ってるよね、水色がね、彼女私割と好きかも、ビジュアル、うん、こう見るとゆうたちゃん痩せすぎじゃないもう、え、痩せすぎだよね、ちょっと大丈夫、食べてない仕事しすぎだよね、陽介くんもな、話しかけるとな、全然お店来ないって言ってくるからな、うわーどうするこれはちょっと、どうも、はい、遊園地に行くと、はい、ジェットコースターが一番好き、うん、
ロングヘアは邪魔になるからやめてね。あんた今自分の髪の毛見てごらんなさいよ。ロング以前の問題よ。あなた今最大限カジュアルだよ。待ってよ。嘘だろ。何を触ればいいんだよこれ。これちょっと違うな。これ？はい。はいどうぞ。ちょっと無理やり伸ばしましたみたいなね。あれ？まあでもなんだろう、サリーとしてのね、なんかこうポテンシャルは維持できたよね。やばいって、遊園地行く前に海行きなよ。ね、その格好で遊園地行っちゃダメよ。海かプールにしなさい。不審者だから完全に。あら、静香ちゃん久しぶりに見たわね。静香ちゃんなんかこんな服だった？ギター始めてみたんですけど3日もたなかった。わかるな。なんかあれやろうとかさ、あれ始めてみようとか思っても3日が限界だよね。書道習ったんですけど、わかるな。秋が来ない髪型？坊主？これかしら。ダメよねこれも。ちょっと部族になっちゃうもんね。なんだろう、秋が来ない髪型？これとか？これとか？いや、これじゃない？でもこれでもいいかも。秋は来ないよね。前髪をどうするかで結構変わりますよね。何これ、もうほんとダメ。うわどうしよう、髪色結構いいよな今現状の色が。結構素晴らしいと思うんだけど。あ、あかねちゃんにしてエスプレッソでどうぞ。久々に使った気がする、この頭のね上でこうなってるやつ。あかねとエスプレッソがその魅力を突き出し素敵です。おお、まあそうだね。さっきのねヤバすぎる子に比べたらもう100倍だって、100倍いいもんね。さてさて、もう一回自分の店挟もうかな。あけみさん、とわこ自給自足に憧れてんだって。これ買ってくれるの？嘘、本当に？それめっちゃ高いと思うんだけど。嬉しい、ありがとう。わお、なんかセレブ売れたのが久々すぎて、ここのなんていうのマネキンに飾って。嬉しい、やったー、ありがとう。お金は減っても気分はすっきり。まあ私も買い物した直後はすっきりするんだけどね。家とか帰ってきてから財布とかの中こうさ整頓とかする始めると、こうレシート捨てたりとかね、捨てる時に待って使いすぎじゃない、っていうことはよくあるね。なんだろうな、あの絶望感ね。どうしようかな。さっきセレブが売れたので、じゃあ次はアジア、いや違うな、サイケやりましょう。サイケ、はい、サイケもねあまり売れてないので、これかな、ながらタイトスカート、これに合うアイテムを探しましょう。あるのか、これに合うアイテムって。そもそもあーかわいいかわいくない？ちょっとガラガラしすぎてるかなと思うけど、普通に可愛いよね。ちょっと待って、どうしよう。
タイトスカートの色だよな。あ、こっちの方がいいかも。で、ちょっとな、色使いすぎだよな。これでいいか。これにして、これで、あ、なんかおしゃれなカバンがない。これでどうだ。これはね、普通におしゃれですよ。うん、うわ、あのたまにこのさ、全顔顔面同じ色の服とびっくりしちゃうんだよね。うん、すっごいピンク、ドットっていいですよね。うん、ドット以前の問題だよね。なんかね、このソーダだからドットっていう人も結構いますね。いや待って、ドットだったら絶対ピンク入れたいこれ。いやでもこれはちょっと弱いな、アイテムとして。まあいっか、これにするか。はい、ちょっと弱い気がするけどね。いや、ちょっと彼女のポテンシャルを生かせてないですね。うん、もっと派手派手ドットみたいなのが本来は良かったと思う。まあ、似合ってはいるんじゃないかな。うん、よし、ということでですね、まあ、ちょっと後半はですね、いつも通りちょっとお店にお伺いしたいなと。本当ね、いつもありがとうございます。もうこれを楽しみに私はガルモやってるんじゃないかってぐらい本当に。あ、沙織だ。はい、よし、 OK。 ちょっと不安なんですよね、最近ね、うちの Wi-Fi 本当に重くて、大丈夫ってぐらい。前回やばかったですね。やばかったというか、もう大爆発。うん、大爆発してたのに服はおしゃれというね。うん、素晴らしかったですね。え？これ私間違えた？間違えてないよね。え？待って、おしゃれすぎない？ちょっとおしゃれすぎてさ、一瞬、え、私な、何、えってなっちゃったんだけど、待って、おしゃれ。そうだ、レストランというか違う、カフェがテーマになったんだよね、今回ね。おしゃれ、マジでカフェやん。そっか、ガルモ4ってカフェ再現できるんだ、素晴らしい。ショップナビが生きがいです、私もです。素晴らしい、いいね、カフェいいね、ちょっと私もやりたいなと思うぐらいいいわ。うん、かわいい。いや、めっちゃいいんだけど、ちょっとちょっと、なんか食べ物の感じもすごくいいですよね。素晴らしい。しかもなんかこうあれっぽいよね、そのカフェで働いてるっぽい人っぽいコーディネートと、なんだろう、髪型とメイクで素晴らしいですね。うん、完璧って感じ。でん、あ、いちごショートケーキ。なるほどね、あのコーディネートが食べ物なんだ、なるほどなるほど。あ、いいですね、これかわいい、いちごショートケーキ。なんだろう、嫌なところがないよね、ちゃんとショートケーキ感があるもん。あのスポンジと、スポンジの黄色でしょ、いちごでしょ、中塩でクリームでしょ。待って、私が前にやったさ、あのなんかスイカとかやれ、ちょっとバカバカしくなってくるわね。いや、よきよきです。なるほど、これじゃあ他の2つはどんな感じなんだろう。楽しみね。よいしょ、はい、
大丈夫なんか見て、なんかもう安心って感じ。ほんとあの司真っ赤っかじゃないと、ほんとこんな素晴らしいお店なのよね。司の回も私は大好きですけどね、こういうなんかちょっとガチな感じもいいですね。次、えちょっと待て、ん、私の見間違いかな。草なピスタチオクリームケーキ、腐ってしまっているピスタチオ。私ピスタチオ大好きなの。今年の誕生日、私相方さんの買ってきてくれたケーキはピスタチオでしたね、いや素晴らしいね。ピスタチオをチョイスしてくれてることが私はすごくいいなと思う。でも腐ってるんだもん。確かにちょっと色悪いもんね。しかもさ、すごいなと思うのはこの価格3万円でこんななんかちゃんとしたコーデができてるのがすごいなと思う。これちょっとお気に入りです。これ私ちょっとゆうたちゃんに着せるかもしれない。本当ありがとうございます。ちょっと腐っちゃったね。これ腐ってなかったら完璧でしたね。あのね、ピスタチオケーキ美味しいもんね。ピスタチオって美味しいよね。ピスタチオと名付くもんね、とりあえず買っちゃうもんね。でも私あのお菓子系のピスタチオは許さないタイプな の、お菓子っていうかあのクッキーとかさ、あの感じはね、なんか味しねえじゃんって思っちゃうの。分かっていただけたら嬉しいけど、ピスタチオの味しないよねあれね。最後ダン金ちょっと待ってなるほどね、金箔入り、金箱ね、ババアのババすごい。最後にちゃんと爆弾が入ってたよ。なんだろう、あ、ショートケーキ、今回カフェテーマで可愛い感じなのかなからの、あ、腐ってるみたいなからのババアパーフェクトの流れじゃない。さすがです、流れが最高。何これ、ちょっと誰に着せたらいいのってぐらいババアだね。ババアといえば、いやババアといえばっていうのも失礼だけど、ババアキャラってまあほらガルモ方だとさ数人じゃない、言ってしまえば。確実なのがナナサマーでしょ。まあだからちょっとまあババアに着せますねこれ。いやでもなんだろう、あのババロアってさ、ババロアってババロアってね、食べた記憶がほとんどなくて、人生においてね、なんかババロアを食べれる場所ってなくないですか。いやババロア食べたいな突然の。いや本当ありがとうございます。素晴らしい。でもこれ面白い、これセンターですね、絶対センター。いやでもセンター悩みどころですねこれはね。だってショッパーも可愛いもんね普通にね。ショッパーでなんか事件が起きてないもんね。写真撮りましょう。あ、いいじゃないいいじゃない。ちょっとこうね、このカフェに常連で来てる女と女って言い方もちょっとあれだけどね。いいじゃないね。あのね、私肌の色だけでもびっくりするんだよね。なんかほらやっぱ司の時ってさ、肌の色がなかなかにやばいことになるじゃん。からのさ、これだけ違うとびっくりするよね、ほんと。あの、後ろのケーキも可愛いもんね。あれケーキだよね。ケーキと、キャンディーとって感じだよね。これはね、私でも再現できそう。いや、ほんとありがとうございます。毎回毎回。もうなんだろう。すごいよね。だって、こうテーマがさ、毎回毎回ちゃんと秀逸というか、ね。はい、また、
何かありましたらお待ちしております。もういつもねその動画をアップして、私動画コメント見るのはねちゃんと見るの、すぐ返信するのが割と遅いタイプなのね返すんだけど、ちゃんと返そうって意思はあるんだけど、タイミングじゃない、なんかこうパソコン前にずっといる時とかに返すから、編集してる時とかに、だからそうなのよ。でだからとりあえずコメントが来てたらちょっと見るのよ、見てなんかまたお待ちしてますとか、こう次のねテーマとか書かれてるとはっはっってなる、よかった次回も楽しみって、うん、ありがとうございます。いやーよかったですね、なんかいや今回良かったですよ。ババアのババロアが最後ね本当に全てを持っていったよね。うん、だってババアのババロアなんだもん。うん、なんかこう外に来る人っていうのはさ、初めての人が多いの、これフーコさんって人が来てんだけど、これ言っていいか分かんないけど、フーコさん全然可愛くないですねなんだろう、メイクが全然、あーでも待って、この服は似合ってると思う、色的に。よかったね。いや最近はやっぱマネキンが売れるのがいい感じですね。うん、待って、もうランク上がりそうですね。どうするどうするとか言って、ランクちょっと上げるか、ありあり、全然あり。じゃあ次はエスニックでいきましょう。はい、エスニックってなんか可愛いアイテムある？ありますね、エスニックは。そっか、このシリーズがあるんだ。このシリーズ売るか。 この色とか結構普通に実用性がある色ですよね。あ、いい、待って、完璧じゃない？普通に可愛いんだが、イギアリーってぐらい可愛いですよ、これほら。あ、可愛い、ちょっと待って。よき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 。え、私がやってると思えないぐらいちゃんと可愛くない？頭な。これじゃない、まあ、お値段安いですけど、美女的には一番強いんじゃない？な、なに、びっくりした。はい。品揃えはね、変わってないです。はい。キャラティーね。え、キャラティーってでもそんなになくない？これキャラティーなの？あ、これでいいじゃん。テントウムシ。はい。待って、テントウムシ今着てるじゃん。色違い。うん、いいんじゃない？イメージ通りっていうか、色地なんだよな。ごめんね。全然意識じゃなかったわ、色地だってこと。てか、あなたは現状すでにキャラティを着てるってことだもんね。なるほどね。もうちょいなんだけど、もうちょいが上がらないですね、これね。セリ。セリしかいないの？はい、セリ。むずくない彼女をクールで固めるんでしょ。クール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 。パンツかな、彼女なんかパンツって感じ。しかもちゃんと長いの履いてほしい。こういうの、こういうの、うん、こういうの似合いそうで、
なんだろうな。うわ、ありだな。でもこれかな。なんかいるよね、こういう人ね。あ、いるいる、こういう人いるよ。ほら、ちょっと柄に柄うるさいですね。柄に柄うるさいけど、あ、いるいる、こういうボーダーの人いるいる。今いるよねっていう人を作っちゃってる。こういう人足元ね、こういうの履きがち。カバン持ちがち。はっけー。あ、こういうカバン持ちがち。これ主婦だよね。ファンキーな主婦。はい、いいじゃん、めっちゃスタイルいいね。スタイル良すぎない？そこにびっくりしてる。よし、そうだよ、彼女馬主なんだからさ、パンツスタイルじゃなきゃね。待って、誰もいない、ちょっと待って。どうしたの？ベニやべえな。ネイル？あなたネイル以前の問題だと思うんだけど。ネイルでいいのね。まあ、仕方ないわよ。ネイルがいいって言うんだもん。じゃあ、恒例のパッと決めますね。いきます。あ、これ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 。はい。じゃあもう家帰ろ。彼女のことムシムシ。もう帰ろ帰ろ。あれ、あんたさっきうちの店にいなかった？そういえば、ね、別にいいんだけどね。よし、これで多分スタイリストランクも上がるんではないでしょうか。はい、今日ボリュームたっぷりでしたね。素敵なお店にも行き、スタイリストランクもアップ。完璧な回ですね。83と。何ですか？もう何時に待ってるよみたいなのも私無視しますからね。ちょっと覚えてないです。はい、ということでこれで終わりたいと思います。ちょっと一回外行こう。はい、ということで、あ、そうか、ベーカリーワゴン来てる日だ今日。違う、マイルームの中じゃなくて、マイショップで終わりたい。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。